参院選情勢調査です。国民民主党は0になる予測もあります。東京選挙区小池ばあばの都民ファースト再開じゃないですか？5年前の希望の党と同じような絶滅危惧党ですね。ばっかじゃないですか？前原です。だから維新と組もうって言ったじゃないですか。小池のババア意味ないでしょ。そもそも自民党の予算に賛成って何なんですか？玉木です。何でも反対、ここを突き崩そうというのが国民民主党です。前原です。玉木さん、自民党に協力して大臣になりたいんって噂してますよ。玉木です。前原さんこそ維新に移りたいんでしょ？前原です。参院選が終わったら国民民主党は解散いいでしょ？玉木です。国民民主党は参院選まで終わったら解散しましょう。